で、そのルミちゃんのそういう思いを受けてクラプトンがなんとえ？来年？ああ、来年？決まり？来年？いや、その YouTube、よく最近出てるアメリカ人との YouTube で、一番新しいので、いろいろ、今年もこれがあり、これがあり。で、来年、多分4月に日本に行くよって。クラプトン本人が言ってるの。でも、本人が行くのが一番当てにならないっていう説もあるから。クラプトンに関しほてら、は。元気かどうかっていうのが一まあね、番、割と最近体調壊すこと多いし。まあでも本人が言ってんだったら8割方決まりいや、もちろんだから本人は来たいと思ってて、もう話は多分してると思うの。ただ、まあ分かんないじゃん、健康面は。そうです。もう79だし。でも別に今病気をしているとかそういう情報はないんでし情ょ？報はないけど、でも激痩せしたんで激痩すせしたじゃない。そうなの？え、めっちゃ痩せましだった。前回の収録の時ちょっとあれになったのかな。ジョン・メイ・オールの追悼のメッセージなんてもうなんか、ガリガリな。あれはそうですね。ね、しょぼくれ今て。回の YouTube も同じそうなんだ。だよ。5月の時にもやっぱり、こう、だってなんか体重がさ、クリーム20代ああ、のそういう時と話同聞いたじ、ね。すごいダイエットして、なんかいろいろ具合悪いから、なんか食あたりみたいなのかなんかして、それからダイエットを始めたみたいな話をキウイだっけ？キウイ何か言ってました、なんかで、キウイ？いや、キウイダイエット。教えてほしい。 なんかね、クラフトもやってるのはちょっと頑張れるかもしれない。ねえ、そこまでコスプレ。そうだよね。ぜひ。ちょっとやってみたい。その話ね、クリスが来れないっていう話はどういうことかが私分かんなくて、フラグが立ったフラグが立たないとかっていう。私もその実は YouTube まだ見てないんですあ、けそうど、ですか。そこで話してんじゃないかと思って。バッグの中に関節が入っていたと言ってました。バッグの中に関節が入ってた。関節？どういう意味？私なんか関節っていうからさ、骨とかが入ったのかなと思ったんですよ。はい、わかる人いますか？誰？何？私これを「亀君、関節が入ってたらしいよ」っつって言ったら、ああ、ジョイントねって言われた。ああ、そういうことね。わかります。そういうことか。ジョイントわえ、かどる？こいや、わで？かんない。別にだってイギリスとか。それもなんか30年か40年前に関節が入ってたらしくって。30年か40年意味が全然わかんない。全然わかんないです。え、ジョイントって知る、わかんない意味。え、マリファナのタバコのことジョイントって言うんだよ。え、それが何です？クリスがそれを持ってたから。そう。え、なんで今でかい。更？それなんかそういうふうに話してるんですよ、クラブと。なんで？え？だって今のアメリカも今のイギリスもちょっと待って、ちょっと。クラプトンが、クリス・ステイントンがマリファナをやってるのをして許さんっつって違う外したってこ違う違う。と？あ、違う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 。なんだっけ？それで問題になって、ツアーに参加できないとかそういう話？なんだっけ？観光ビザじゃなくて、商用ビザが取れないとか、なんとか。っていあ、うマリファナ話をのせいね、で？その何十年も昔の話で、っていう話をしてるんですけど、私はあんまり英語は得意じゃないので、わかんなくて。なんか。マリファナで？覚醒剤とかじゃなくて？覚醒剤はまあ、あ、でないもね、と思う。なんだっけ、エスタ取るときに、捕まった履歴はありますか、イエス、ノーってね、答えるとこがあったから、これに引っかかるのかなとでもそんなのさ、クリス今まで散々アメリカツアーずっも一緒にとやってるじそうゃね、ない。日本も来てるから、全然心配することなくて、なんかクラフトも、私はクリスなしではそんな来たくもないわ、みたいなこと言って。でもね、ウェアゼリックの一番最新のツアーのメンバーにも入ってるよ、クリス。入ってまそれすさっきね。大気やそうですね。ね、入ってました、さっきの南米ツアーのね。クリスと、まあ、ロンドンと同じメンバーでしたね。なんかその辺ちょっと教えてほしいなと思って、またよろしくお願いします。なんかその YouTube、私もまだ見てないんですけど、ちゃんと日本語の字幕付きで見れるみたいだから。そう、私字幕見て「関節」って訳されたっていう。そこに「関節」って書いてあっそたんうそうそだ、ジョイントが。分かんなかった、ジョイントっていうことも知らなかったです。体でもおかしくしたのかと思ったよ。私もなんか骨かな、骨はなんか関節が入ってた。それはなんか怖いよね、やっぱ。怖いなぁ。ねサバスの世界だね。それでどのツアーから外れたって？いや、だからアメリカツアーには加わらないようなこそうとを私はちょっと前に聞いたの。そうなんで、ですポール・キャラックも
ツアーが入ってるからって言って、うんうん、じゃあキーボード一人であの人がやるのかなと思って。で、誰？ティム・カモン。ティム・カモン。ティム・カモン。この間もだってティム・カモン。ティム・カモンってさ、俺らの知り合いのさ、中華料理屋の奥さんと知り合いじゃなかったっけ？確か。あ、そうなの？そうなの？アイソミちゃん、確かそうだった気がするよ。それでその絡みでなんかパーティー行ったとか行かないとか話してて。本当？うん。ちょっともう一回確認した方がいいけど。私たちの仲いい、今サンフランシスコに住んでる友達はティム・カモンと仲良しみたいよ。ああ、そうなんですね、うん、すごいいい人だって言ってたよ、サカちゃんが。あ、そうなんですね、うん、なんかそれ言ったらウィリー・ウィックスの奥さん、あれ日本人じゃん。日本人で、今軽井沢に住んでるの、うん、誰か知り合いじゃなかったっけ。知り合いじゃないけど、ウィリー・ウィックスはまあ行ったり来たりかもしれないけど、ウィリー・ウィックス軽井沢に住んでる。軽井沢に住んでるの。それでなんか来日アーティストは彼あの呼び出して、あとまあボズ企画もそれで、うん、かなって言ってた。あ、そうだ、前回の収録やったやった、うん、あとさ、あれどっかのギターリペアショップのなんかモニターじゃなくてなんかやってるでしょ。あの町屋にあるね、なんだっけ、フリーダムカスタムリサーチというお店です、うん、そこのなんか、うん、なんだっけ、エンドース、うん、なんかしてるよね、うんうんうん。あとさ、高中正義もさ、軽井沢にずっと住んでるじゃない、絶対交流あると思うんだよね。そうだね、うん、何日間ぐらいやるのかね、来日公演。この前何日間やってたっけ。10日ぐらいやった。6回ですね。ずっと2023年はずっと東京だっけ、うん、今東京生しかもうやんないから、2016年から東京しかやってないです、うん、じゃあ今回は4回ぐらい。今回は2万5千ぐらいかね、もう3万いくかね。5回だとしたらさ、うん、2回やって休んで、2回やって休んで、最後1回ですかねって感じで、絶対さ3日は続けてやんないもんね。でも絶対1週間前ぐらいに、あ、もちろんもちろん、だから、うん、1ヶ月ぐらい藤原博と遊ぶね。そうですね、1ヶ月ぐらいはいるよね、なんだかんだ、うん、1ヶ月ぐらいは。前回僕、あ、とんかつ屋さんで、とんかつ屋さんでね、遭遇したもんね、はい、やっぱ体を慣らして、うんうんうん、まあとりあえず遊びたいんだよ、表参道で。家族、家族も来たりとか、そういうのもあって、ビズビムもあるし、藤原宏もいるし、ゴローズもあるから、あと鳥や、うん、あの鳥かずね、うんうん、全部表参道で用事済んじゃうんだよ、うん、いやでもほらビズビムは全然中目黒か、うん、もう表参道は行かないですよ、ね、ファンの人に追っかけの人がいっぱい来ちゃうから、うんうん、じゃあ来てる時になんかね、あの黒子でライブやんなきゃね。ジミーページじゃないんだから、もしかしてさ、来るかもしんない。招待状出したら、あ、そう、招待状出したね、招待ね、うん、なんかそれよりみんながよく狙うのって、来てる間にブルーノートとか あそこでなんか それ関係のクラプトンが来そうなライブがないか。前ドクタージョン見に来たじゃない、ブルーノートかな、ブルーノートの。だからいる間に誰かがやれば、それに行ったらクラプトンが見に来る。あ、サンタナとかね、うん、だからイボンナ・エリマンがやった時もみんな行ったけど、クラプトンはまあ来なかったけどね、うん、なるほど。そういうのをみんなよく狙ってるよね、うん、なるほど。80になってるのか。ああ、これね、4月、あと何月に来るの。4月だとしたら80だね。80ですね。4月か。何やってくれるかね。何やってほしい。そんな、いろいろありますけど、現実的なものだから。俺やっぱり岩瀬屋聞きたいな。岩瀬屋聞きたいな。岩瀬屋。岩瀬屋聞きたいな。聞きたい歌いっぱいありますね。まああとできるかどうかっていうのはね。あの年で新しい曲っていうか、久しぶりの曲っていうと、もうちゃんとリハやらないといけないからね。でも一応いつもなんかやるよね、リハどっかで、ね、ちゃんと割と、ね、うん、俺日本公演のリハの絵隠し撮ってみたことあるよ。え、そうなんですか。 あったっけそんなの。誰かが撮ったんだっけ。あの某所でね、流してた、うん、あ、本当、うん、あ、うちにはないのね。それって武道館でやるリハか、それかあのうちのスタジオのあっちの方 で日本に来るとちょっと東京から1時間ぐらいのところになんか倉庫みたいなのが、そこだと思う、うん、いつもそこでやるよね。うん、
わかんない、場所わかんない。なんか昔、千葉の、千葉なんだ、千葉なんだ、千葉、浦安の方、浦安の方です、うん、千葉県の、あ、うん、だから千葉の浦安の方、どっかの倉庫だよね、なんか一応スタジオみたいになってるんですよ、うん、だから、ね、映像見た限りではなんかだだっ広いとこだったよ。あ、じゃあ菊池さん家だ。東金だよ。それも九十九里の方まで行ってもらって。東金、東金。でもそこに一応だからアンプとかいっぱい持ち込んで、うん、あのちゃんとしたスタジオじゃなくてもそういう場所が。なんかね、ほぼコンサート会場のステージっていう系だったな。ステージ、ちゃんとステージが作れるところ。うんうん、結構でっかいです、ね。でかかった。だからその倉庫、大体1時間ぐらい。だからクラフトンちゃんとリハーサルやるんだな、うん。やるやる。いつも。日本来るとやるもんね。うーん、で他のメンバーがついた頃やるよね、うん、それレーダーって聞きたいよね。そうだね、久しぶりに、ね、聞きたいですね。あとワンダフルトナイトとそのあ、まあそうだね、うん、エレクトリックのレーダーだったらね、もちろんエレクトリック、あれって何度は歌わなく、あ、でもさ、今度もう歌わないんでしょ、ワンダフルトナイトもレーダーも。でもほら、もうその頃は気分が変わってる、 やるやる、やめるやめる、来る来るって、なんとかおじさんになってるからさ、それこの間はそういう気持ちでやんなかったけど、うん、もう忘れて来年はやるかもよ。あと勝手に想像してたのはさ、もうあのキーが出ないんじゃないかっていう、あ、歌が大変だっていうのを言っててね、歌しんどそうですよね。ああね、言ってたね。でもなんかギター弾くのも強そうだったけどね、うん、いやだから私はそのやらない理由を聞いたから、ユアゼアはパティのことかなと思ったの。ああ、なるほど、ね、前回はロジャー・フォレスターのことだったけど、今回はあれをやったっていうのはパティのことかなみたいな。なんでまたユアゼアだったのかっていうのは、そうですよね、理由がないと勝手に私は、うん、それはね、うん、なんか普段やらない曲やってほしいよね。あ、聞きたい。ホリーマーさんも聞きたいよね、うん、ゴールデンリングとかもやってるね、今回。あ、ゴールデンリングは途中からやりましたね、2日目ぐらいから。そう、マイクがゴールデンリングはじゃあどうなんだろうそうですよね。あとあれだっけ、アコギで、なんだっけ、バックホームですか。バックホーム、あ、そうそうそう、バックホームはずっとあれ、日本でやってない。あ、2006年もやってないです、ね、やってない。源ちゃんの CD を聴いたからじゃないかってそうかもね。あ、源ちゃんの話しなきゃ。